ですか、杉野さん。どこ？日光。日光まで行ったの？はい。やっぱ日光行ったら涼しいですか？ちょっと。いまいちし。いまいちじゃないの。いまいちしじゃないの。日光の手前。よく昔言ってたよね。どう調子？日光の手前。いまいち。今じゃ誰も知らないの。いまいち。いまいちって言ってもパッみたいな。ちょっと打ち比べて。いやもう前回の知ったってもいいですよ。この間ね、すごいこと発見したんです。筋トレを友達に聞いたの。飛ぶね。やっぱり。はい。やっぱり飛ぶようになったでしょ。知らなかった。筋トレすると飛ぶんだ。飛ぶな。知らなかった。やりすぎダメだから。はい、特にあのプル系ね。はい。言われた通りプル系ね。プル系ね。引っ張んなきゃダメ。引っ張んなきゃ。引っ張んなきゃダメだよ。うん。押したらダメだよ。うん。押したらダメだ。プッシュ系ダメだよ。あのベンチプレスとかみたいにプッシュ系ダメだから。ゴムが良かったけどないから、こうやって引っ張る、引っ張るじゃん。なんか20キロぐらいのダンベル持ってこうやってやつ、うん、そう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 、引っ張れ、ね、あれあんじゃん、あれあれやって、あれねえ、小次郎先生あそこにあんじゃん、ローイングマシンが。なんかちょっと引っ張ってる。乗っかりが悪いな。あれ今強烈いたもん。ま、マシン。マシンはマシン。うわ、全然飛んでない。アゲンストこれ。アゲンスト。めちゃアゲンスト。ね、飛んでる。ハイパーに聞いたら、そうだってだよ。あ、アゲンストちょっと、そうでしょ。日本語がおかしいんだよ。いやいや、5時からのフォローだって言ったら、うん、そうだねって言ってて、これ全然アゲンストじゃん、こう来たら。で、ちょっと、9番円でさ、137ヤード飛んでるからさ、ね、フォローなのって、そうだって。全然フォローじゃないし。やっぱりコンシャフトがいいや。すげえな。方向音痴もな。これかいいなぁ。違う違う、今それをやっぱ打ってよ、こっちでも。え、いや、打った結果これ、古いのプロで日本シニア。あ、ファンケルはどうなった。ファンケル、細川。え、細川、うん、あ、夏男、うん、夏男がね、勝ったの。いや、今日で終わりなの。山田さん、本当だ、細川和彦行ってるわ。6570で片山慎吾に、宮本勝正に、ええ、人気なんですよ。待って、撮ってんだからさ。待ってよ。参った清志で参った。あ、参ったさんね、参ったさんはいいじゃん。本当にさ、まずいよね、金髪ね、ミスター金髪。マジで、いや、最高だなこれ。ちょっと短く持ってた。いや、これひげーな、そういう問題で。セット変えてみよう。うわ、立代さん昨日頑張ったのに今日82。歯に行っちゃった。歯に歩いちゃったら辛いんじゃない。そっか、初日はいいけどな。外出てはポンちゃん先輩イーブンパー、河合ヒロイーブンパー、フラボでしょ。そう、それがね。いや、入れてどうすげえ痛もん。いや、ちょっと薄い。ダメ、うわつちょっと長いから。ちょっと長いはない。このさ、ゲンスさ、夢かさ、グリーンほんと行かんの。行くよね。ないか。夢か。あいつは化け物だろ。だって、俺より足太いんだよ。見たでしょ、ね、小一郎さん。見てくれました。はい、ちょっと入れてます。
満密だよ。多分ぶち切れてる。あの、アイアン刺さってる。俺も打ちたいんだ、打ちたいとこなんだけどさ、肘が痛くてさ、打てないの。肘が？肘が大事。もう痛い。そうそう、変わんない。痛かんない。はい、バッチリです。でもさ、涼しくなったよね、はい、ちょっとは、はい、あの夕方ね、はい、だいぶね、もうだいぶ、だいぶ変わったよ。はーい。これでも先輩、足から持ち上げる感じだからさ、そこから、そこで、いいね、そのまま、こうやって、背中でこうやって、無理だよ、これ重すぎて、背中で行くの、先輩、無理だって、これ、足じゃないと上がんねえって、どれ？これは。これはだって上乗っけちゃってるじゃん。これ手近は無理っすよ。あかが上がってる人でしょ。おかしいよこの人。おかしいよ。おかしい。でも呼吸打ったら引っ張って打てなくなっちゃう人よ。マジ？あ、マジマジ。これ何キロあんの？わかんない。そんな重くないよ。肘頭の血管切りじゃん、これやると思ったらできるでしょ。はいね、背中のトレーニングはもう終わってるからね。そんなの付き合ったらこうじゃん、ゴルフできなくなるよ。小次郎さん、それ40キロ、はい、女子コース転がってもグリーンだ。転がってもグリーン。グリーン壊れることはな。
どこ？え？いや、これ、あの、230の分。200ね。え？何やるの？あれ、230で取ったの。230、ちょい手前ぐらい。ちょい手前、ちょい手前、ほんとあの、230ぐらいキャリーなの、今の。やめてくれる？ちょい手前。250キャリー。どこ？グリーンの右の斜面。ここで、やっぱ230ぐらい。キャリー。頑張ってるよな、アゲンスト。頑張ってるよ。だって、アゲンスト250ぐらいいくってことでしょ。そしたら転がってね。うん、頑張ってるよ。十分だ。230かドライバー。いいもんだよ。もう白からだな、これ。これぐらい切れた。お、いい勝負。ものすごくいい勝負。本当に、マジで。そこ行ったら持ってたから。もうマジ一緒。宮下さんの席行ったら持ってた。本当かよ、一緒だろ、一緒。そんなわけねえよな。これどこどこ。これピンの1ヤード左。僕も一緒ぐらい。お。お。今グリーン行ったよ。行ったね。すっげえ飛んでる今。今ね、起こした。今のはね、ちゃんと芯当たってる。今245ぐらいです。こっからいいところすぎる。いや、マジで今飛んだ。今飛んだ、本当に。アゲンストなくなったらちょっと。いや、違う、右からドロー出たから今。あ、バキッとした。うん。マジ飛んだわ。最近のね、ちょっと、小倉が使って V2 使うとドロー出なくて。あ、え、無双だわ、それ。そう、無双戻しちゃうの。無双だ。やっぱタイミングとか違うんだよね。無双の効きがちょうどいいんだよ。そう。ヘッドスピードないしね。右斜め45度からなんで。ね、長ダウン、トーダウン、トーダウン、そうそうそう。中段の角度。そうそう、そのトーダウン。V2 はさ、イメージ悪いんですけど。V2 本当トーダウンしてくんないのよ。あ、そうだよね。本当してくんない。だから跳ね上がってくんないんだよ。全部ヒールに当たるの。ああ、なるほど。やめてくださいよ、この V2 いいんですか？見てくださいよ。左真ん中ポール。これ今の230ね、230のあのピンのね、3ヤードぐらい起きちゃう。3発以内に仕留めますから。仕留めて早く。いや、グリーンキャリーしたな。グリーンキャリー行こう、はい、そのソイホーの手で手から右じゃね、これ。これ右の斜面。お、230だ。戻ってきてグリエッチ。あのね、あそこはダメなの。あそこダメだね。あそこダメ。あそこ飛ばね。ポジション飛ばね。もっとボクッとこない。しょこれ来たろ。一応グリーン右サイド。うわ、同じ。あそこね、230から235だな。一緒だな。なんか力ねえな。なんか力ないですよね。力ねえ。じゃあちょっと、いや、宮古先輩のさっきのが飛んでた。うん。間違いなく飛んでた。じゃあもうちょっと頑張りますよ。うん。あー、ちょっと左。これが嫌なんだよな。力んでバーンってくるのな。遅らそうよ。わかりました。だって X 使ってんでしょ。遅らそう、遅らそう、もうちょっと。だってこんなのあれだよ、骨と皮なのに、うん、X よ。マジで。あー、やってた。ひどいそれね。その球出るのダメだな、さすがに。それはね、最悪。試合はこれ打ち方しないですよ。最低。あれやっていいんだったら飛ばせるよな、ね、あの仕方はしないんだったら。もうだから取ってるってあれでいいんだみたいな。あれ打っていいんだ。よし、
頼むよ。これ来た、ピン筋だ。これ来た。ちょっと待ってなんですけど、まあ試合では。あ、全然来てない。やばい。今のもエッチぐらいキャッチしてない。ね、さっきのね、宮古先輩よりもね、あのね、5ヤードは手前。間違いなく手前。あの、こうなってるじゃん。こうなってるとこの、あのね、手前のとこにキャリーだ。宮古先輩さっき。行ったもんね。この向こう行ったもん。本当に。悪いけど。あ、これ行った。これでどうだ。これピン、ピン筋。ピン、ちょっと左。1ヤード、2ヤード。お、いやー、どうかな。あれ、5ヤードぐらい負けてんな。厳しくなさいよ。マジ負けてんな、今の。いや、さっきの一発、あの、すごかったよね。すごかった。意外にすごかったって、マジで。いや、そのさっきの打つ前の、その、無双のシャフトの説明あるじゃないですか。トゥーダウンからの。20度。トゥーダウンしてからさ。20度の跳ね上がりがね。本当だよ。跳ね上がってくるよ。跳ね上がってくるんだよ。だからあれを使うんすか？イージードローなんだよ。ああ。すっげえ跳ね上がり。バクンってくるんだよ。バクンだから、もうちょっと打って体重ポンとかけた時にバクンってくるんだよ。ほら、ほんとだよ。バクンじゃん。これはでもヒールってやつだよ。うん、ヒールだな、これ。もう、ヒールと同じぐらい。やめてくださいよ、すごい。マジで。230ちょいいってるわ。だからこれ本当もっとと登壇させて先取らせば、うん、そう思うね。右に出るね、うん、なんでそういうイメージ悪い打ち方になるこれやめろ。そういう打ち方もアイアンに通じないのに。こういう感じやだよその打ち方。いや全然飛んでるわね、うん、全然もうかまされてる。でも今のもやっぱね、その V2 の影響でまだ芯なんで先っちょじゃないんで。小暮さんかまされてます。ちょっとマジで生かされてますわ。スーダウンしてからこういう打ち方なんなんだこれ。発射台も嫌なんですよ。手前から跳ね上がってくるんだ。これ発射台も嫌なんですよ。発射台じゃないでしょそこ。え、 T 低めにしてんだから俺。高いっつーのだな。じゃあちょっとスイング変えますよ。うん、何するんだ。ちょっとフラットにします。え、フラット。はい。ちょっと横振りに。お、本当だ。あ、これいいね。これいいわ。ワンピン、ワンピン左。今スイング入ったよ。お、これは今いい勝負してる。いい勝負してる。いい勝負しますよね。240近くいったもん。うわ、でも怖いね。いきなりちょっとコンクレするの。夢かさんにやられてる。あら。間違いなく。ちょっと横殴りフックのイメージなんですか。うん、あの、ちょっとフラットからね。あ、やりすぎたらやべえやつだ。これ戻ってきてないね。ネット際だね。そうだけど。ちょっと上げときたい。いやー、帯。帯です、お客さん。右キックしちゃいました。あんな傾斜なのに。残定球いきまーす。じゃあフェードの傾斜右キックする。これだからちょっと横回転を加えて。なんかちょっといい、綺麗な球だね。うん、ちょっとブラッキートスキーっぽくないな。え、まんまじゃないですけど。まあ、いや、全然240いってるといけない。ちょっとこうやって見てるわ。ちゃんと真実はちゃんと伝えてます。あの、罪隠さず、盛りもしないし。そしたらこのぐらいにしといて、ところ作って。うん。ドロー！俺は来た。あ、これもう今日一だ。俺は今日一来たな。グリーン右サイド。大したことないですね。見てほら、やっと転がってほらグリーンエッジ。今年一のボールがあんなもんですよ。ね。そしたらフェードボールなんか打ったらどうなっちゃうんですかね。悲しいね。230だね。一回ちょっとフェードで攻めて。フェード。意外に今のボールってフェードの方が飛ぶかも。逆に。これどこ行った。いや、ピン。ピン、すっげえ汚い球だけど。出てよ。逆に飛んでるかも。あら。うん。
ったりそうでもないけど、なんでフェード打って球低くなるの。ちょっと潰すんですよ。潰すんだ、切らないんだ体。切れないんだ。切れない。例えばさ、こうスケートのあの回る人いるじゃん、はい、グラグラってこうやって、はい、こうやって手しぼめて、はい、しぼめたらこうぐるぐる回るんじゃん、はい、そのイメージでこうスイングして、こうやって分かる。体の回転で手を離せば離すほど回転が遅くなるじゃん、はい、理屈で言ったら、はい、これをめっちゃ縮めんの、あの縮めてマンハヤで、でフェード、うん、でもう縮めた瞬間マンチークみたいな。ちょっとやってみて。縮めてくっつけてもうマンバヤで、あー引いちゃってるよこれ。これダメです、これちょっとやだ。でえな、200ヤードです。ちょっと待って、縮めるんだ僕。ちょっと押したい。縮めてよ。まあ、そのイメージで一回こうくるって回ってよ。これまだおかしくなるパターンじゃないですかこれ。だよ、やってもらえない。縮めてもうあのフィギュアスケートのイメージくるって回る。あのお4回転トーループのイメージ。これでも行ってる球じゃないな、うん、全然行ってない。ああもうやっと転がり倒して50ヤード転がってグリーンエッジ。いやね、やっぱフェードが飛ぶ人はね、やっぱ本当の飛ばし合いなきゃフェード飛ばない。そうだね、うん、ドンってなんで、ね、タトゥーさんが言ってたもん、本当の飛ばし合いはフェードが飛ぶんや。ドローで、ドローで最後行きます。右肩上げてドロー行こう。ドロー、はい、右肩上げて、右肩上げてドロー、オッケー。右肩上げて、おお、いい球これ。今度召し合いドローだ。これまあまあ、右肩上げていいですね、トマトの。これ今まあまあ200年40ぐらい、ずっとなんかあんたたちあの同じぐらい200。じゃあフェードが飛ぶのを見せようか。ダメでしょ、あのその人無双でフェード打ったらダメでしょ。もうとんでもないことが起きそうだよ。フェードで、左にドロー。いや、これフェードで、これフェードで。あら、うん、フェード。全然飛んでない。全然。そうなの。やっとここ転がってリアル20のとこ行ったよ。本当に全く飛んでないよ。今すげえいい球だったよね、僕らね。全然ね、やべえぐらい飛んでないよ。ラインがちょっと左すぎますよ。全然ね、ビビるぐらい。あそこ向かないとフェードにならない。っちゃって、あの、左の傾斜のピンの宮地屋だから。いや、それはもうやばいっす。これもう 見えないところですよ、多分キャリー見えないところ。あ、230。いやいや、230行ってないから。やっと今転がって230手前に増やる。ダメ、フェードダメ。ダメだよ。フェードクリー。父ちゃんもこいったな、危ねえな。